あれ？カッコがない。ひろくんにカッコがないぞ。はい、ひりおくんにアサリを10個投げて捕まえるやつなんだけども、なんか前逆バージョンでやったんですよ。ひりおくんが、なんか俺のことを探して10個捕まえようみたいな、やってたんだけど、なんか賢くないみたいな、遠回しに頭が悪いみたいに言ってきて、あいつ何を考えていることやら。今回は俺が10個捕まえていこうかなと思うんだけど、やばい、今来てた、こっち来てたね。くんな。危ね。急に来たな。今回はバッテラストリートで、あ、いた！あー、こっち見てる！危ね！バレた？あ、分かってないね、あれね。あれは分かってないな。ちょっとどう当てていくかな。なんかぴょんぴょん跳ねてるな。あいつの方が賢くないんじゃないか。キョンシーみたいになってんじゃん。後ろから当てよう。暗い、オッケー、3つ、2個かな？ 2 個つけといた。横断歩道を手上げて渡ってます。えらい！お行儀がいい。なんとお行儀がいいんだ。おー、手上げた。まただ。なんか今回のひりおくん、いいやつだな。悪い感じはしないね。でもアサリは投げとこう。あびっくりしてる。やばい、急に来た。危ない、なんか来てる、撃ってる、もう撃ってる。おい、危ない。あいつ間抜けだ。あ、わかんなくなってるね。なんか今回アサリ、当てるのなんか申し訳なくなるわ。なんかね、今回のひりおくん、行儀がいいんだよね。でも、投げちゃう。いやー、気づいた。やばい。気づいた。やばい、巻かなきゃ。待って、横断歩道で減速する。横断歩道で手上げて減速するぞ。じゃ、もう一回行こう。もう一回横断歩道のとこまで行こう。ひりおくん来てるか？あ、来てるぞ。やるかな？ここで。どうだ？これ逃げやすいな。もう一回ここで隠れるかいいか。怖い。あー、見失ってるわ。あと3個か。あと3個捕まえれば。3個当てれば捕まえれるのか。よいしょ。なー、あと1個だったのに。やばい、横断歩道行かなきゃ。やばい、やられる。やばい、死ぬ。頼む。横断歩道頼む。追ってる時もそれやるのか。ほい。やばい、もう入れなきゃ。あー、危ねえ。捕まえたぞ。ひりおくん、ここに入るんだ。よし。捕まった。よかった。なんか、行儀がいいね、今日のひりおくん。お、自分でも、そう思ってるのか。今までのひりおの中で一番行儀がいい気がするんだけど。これ俺も教えてよ。右見て。左見て。右もまた見る。そんで、また右を見て、俺を見る。俺を見ちゃダメだろ。こうか、手上げていくのか。みんなこれ覚えときましょう。ひりおくんが教えてくれました。で、これは行儀が悪いですね。